森林プロデューサー前川慎一郎の森林哲学、お庭で森林浴。庭の中で何をするのか。このようにブラブラと歩く。その時に気をつけてもらいたいのが姿勢。腹筋にちゃんと力が入っているか。腰が反っていないか。まっすぐと天に伸びるように姿勢を保ち、腹筋で立っているような感じ。そして足の裏のどこで歩いているのか、つま先の方なのか、かかとなのか、どのように歩いたら気持ちがいいのか。歩き方もいろいろと工夫をする。そして気持ちのいい姿勢、気持ちのいい歩き方に調整してみる。そして庭木を見る、植物を見る、意識を植物に向ける。このような花があったら花の香りを嗅いでみてもいいし、何かいないかなとキョロキョロと探し回ってもいい。そしてとにかく歩く。もちろん何か見つけたら佇んでじーっと観察してもいい。こんなことを30分、1時間と続ける。これだけでお庭の森林浴は楽しいものになると